どうも、つのこです。始まりましたね。エヴァンゲリオンコラボイベント。相変わらずのおはじきイベントで私は、本赤サブ赤ともに、何もすることがなく、暇な今日この頃ですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。そして、今は、この BGM を聞いてもらってもわかる通り、前回の動画に引き続き、無課金サブ赤なうでございます。なので、スペシャルコインダブルゼータを2枚受け取ることができたので、早速回していきましょう。まだ強いキャラがそこまでいない、サブ赤くんですが、年に2回来るお帰りキャンペーンではそんな、弱いアカウントでも、スペシャルコインダブルゼータという、超超神コインを受け取ることができるので本当に、嬉しい限りでございます。ダブルゼータコインの中身のキャラ26体は全て私が持っていないキャラなので、連続で被らなさえしなければ、勝利誰が出ても良いところ。さあ1枚目からは誰が出る？お、1枚目からはダブルゼータの冬ドレッドが降臨。こいつは技がデカプに4つを作り周囲弟子という無課金サブ赤にはいなかった。とても万能な技を持つキャラなため、出てきてくれて普通に感謝感謝でございます。さあそして無課金サブ赤本日最後である2枚目。さあ2枚目のダブルゼータコインからは何が出る？はいここまでです。第4回。月のこのコインの中身はなんだろうな先生選手権。答えの通りです。今ご覧になってもらった映像を見て、果たして月の子は最後にスペシャルコインダブルゼータでどのキャラを引けたのかをみんなで予想しようというコーナーです。とても楽しい企画ですね。やよ、ワンワン。おや、通りすがりの野生のカグさんだ。今日はお天気がいいから農政をしに行くの。アンパーンチ。なので今回はカグさんと共同でこの企画をやっていきたいと思います。今回の企画では私の回したダブルゼータコインの中身に加え、セットでカグさんのダブルゼータコインの中身も予想してもらいます。けれども、さすがにこの大量なダブルゼータコインのラインナップの中からキャラ一人を予想しろとなるとかなり難しくなってくるというわけで、先に私のダブルゼータコインから出たキャラの大きめのヒントを一つ出しておきますと、ラストにダブルゼータコインから出たキャラは名前にカタカナが入っているキャラでございます。Twitter では未発表なヒントです。この動画を見れたあなたたちはラッキーですわよ。そして選手権の予想コメントはこの動画のコメント欄ではなく、今回も Twitter にて募集したいと思います。その際につけていただきたいと思っているハッシュタグがつい先日に私とカズさんがほぼ同時のタイミングで登録者が3万人突破したというわけで、ハッシュタグカズの子3万でお願いします。なので2人のダブルゼータコインから出たキャラの予想をコメントしたい方はこの動画のコメント欄にではなく自身のツイートにてあなたのキャラ予想コメントと一緒にハッシュタグカズの子3万というハッシュタグを添えてツイートをお願いします。そして今回の選手権にて見事私とカズさんのダブルゼータコインの中から出したキャラを当てられた方の中から抽選で7名様にはタイトルにもある通りです、私とカズさんの方から今回のお帰りキャンペーンで使える久しぶり赤1個をプレゼントします。応募の期限は本日この動画が投稿されてから12月18日の23時59分までとさせていただきます。それでは皆さん良い国ライフを。2人のダブルゼータコインから出るキャラを頑張って予想して見事久しぶりアカウントを掴み取ってください。というわけで以上こんな感じのキャンペーン動画でした。タグやよ、ワンワン。というわけで今回もありますわよ。エンディング後の手がかりタイム、エンディング後までちゃんと私の動画を見てくださって、今このシーンを見れているあなたたちはとてもラッキーですわよ。今回はこのシーンを見れているあなたたちだけに、今回の企画で私がダブルゼータコインから出したキャラについての重要な手がかりをお教えしましょう。実は、今回の私の出したダブルゼータキャラのヒントは、すべてで7つ存在します。1つはこの動画内で話した名前にカタカナを含む妖怪なのですが、残り6つのヒントに関する限定公開動画のリンクを、いろんな私の過去動画の概要欄の中に隠してきました。ちなみに6つ全てのヒントを集められた方は私が出したダブルゼータのキャラは1体のみに絞れるようになっています。手がかりコーナーからは以上です。検討を祈ります。